双子じゃないです。トモロシアです。トモロシンズです。はい、今日の企画は彼女と喧嘩した時の仲直りの仕方を紹介していきたいと思います。今日はなんか何位っていう形じゃなくて5選っていう形で5つ紹介していきたいなと思ってるから、彼女との喧嘩のさ内容の重さとかさ、わかるわかるわかる、もう完全に自分だけが悪い喧嘩なのか、両方もしかしたら悪い喧嘩なのかっていろいろ喧嘩ってあると思うから、この5個の中からそれに合った解決策を使ってくれたらなって思います。今日の動画以外にも過去に恋愛系の動画たくさん上げてるので、よかったら見ていってください。じゃあまず1つ目、物で口実を作る。これは結構軽めの喧嘩というか、そういうイメージで考えたんやけど、例えば彼女さんの好きな食べ物とかお菓子とかを買ってきて、これ一緒に食べようって言って、とりあえず喧嘩の状態から話せる状態を作る。でなんか軽い喧嘩やったらそれだけで仲直りできる、仲直り正味できるっちゃできる。もう機嫌が直って、で食べようでも戻る時もあるしな、なんか結構食べ物弱いから釣られるから、全然安いものでいいしな、お菓子とかで。可愛い喧嘩やな、これはまだ。これはいい感じ。2つ目、時間を作る。これちょっと重めやな、重めの喧嘩やな。LINE とかでさ、喧嘩してしまうことってあるやん、どうしても。てか、会ってる時、デートしてた時は言えんかったけど、LINE だったら言えちゃうとかあるやん。で結局 LINE で喧嘩しちゃうとかなっても、やっぱり仲直りする時は、会って仲直りした方がいいかなと思う。どんだけ LINE って言って絵文字とか使えるって言ったって、相手の表情なんか見えへんわけやし、もしかしたら彼女さんが強がってて、泣いてるかもしれへんけど、全然元気でびっくりマークとかさ、つけるような子もおると思うから、やっぱり直接会って、二人の気持ちをちゃんと話した方がいいかなって思う。LINE で仲直りしたらさ、次会った時若干気まずくない？だからなんか直接会って、しっかり話せるしさ、その時で解決ってめっちゃなると思う。次、もしデートドライブとかでも、その間に、その会いに行って、一回仲直りする時間を作った方がいいかなって思います。じゃあ、3つ目。価値観を認め合う。これは普通に人それぞれやから、価値観って。自分の価値観もそれは大事やし、自分の考え的にはそれが合ってんねやから、もうそれで突き進んでくれていいねんけど、相手も相手なりの自分の中の価値観で考えた結果、こうやって喧嘩が起こったわけやから、価値観が違ったらさ、もう平行線やん、言うたら。だからもうその喧嘩がさ、収まることはないと思うねん、その価値観の違いでの喧嘩って。お互い、ここはじゃあ改善するわとか、自分の意思とは違うけど、付き合っていくために、ここはじゃあ改善するわとか、じゃあ俺はこっち、ここを改善するわって言って、お互いの価値観を認めながら、ちゃんと二人での解決策を出したらいいかなと思う。折れるとこなら、折れていった方が楽。これは、この見てる男の子の方が多分見てくれてるかなって思うんだけど、見てくれてる男の子側だけじゃなくて、相手の彼女さんとかにも言えることかなって思います。4つ目、自分から謝る。めっちゃわかんねんけど、すぐ拗ねる子とかさ、イライラする子っておると思うねんな。彼女がプライド高めとか、なんかあんまり自分から謝ってこうへん子とかやったら、この喧嘩やったら別に自分から謝れるなとかやったら、なんかさ、男子にもプライドはあると思うけど、なんか早く仲直りするんやったら、もう自分から悪いところパッて言うとか、あっちの方が悪いとこあるなって思っても、ちょっとでも自分が悪いとこあるんやったら、あ、ここ俺は悪かったなって言ったら、ごめんねとか言ってくれたら、絶対言ってくれる、彼女も。あ、自分もここが悪かったからごめんねって絶対言うから、なんやな、これをしたら早く別れ、あ、ちょっと待って。あ、どうした、あ、怖い。早く仲直りができるなって思います。ラスト1個、客観的に考える。男女の喧嘩じゃなくてもなんか全体的に大切やなって思うな。普通に喧嘩ってさ、なってる時ってさ、結構お互いさヒートアップしてさ、普通やったらそんなこと言わへんのに、喧嘩でつい言っちゃったりとか、そういうことってあると思うね。だから一旦落ち着いて、自分だけでもとりあえず落ち着いて、冷静になって、もう自分のこのこういう狭い考え方じゃなくて、客観的に見て、あ、確かにいつもこれされたら嫌って言ってるから、あ、このことでこの相手は怒ってるんかもとか、相手の怒ってる原因を探る。女子ってごめんだけ謝れても、何？いや、人によると思うけど、何がごめんなんみたいな、何がごめんか分かってないやろみたいな、何が悪いか分かってないやろみたいな言う子って結構いると思うね。だから、ちゃんと相手が
なんで怒ってるんかなって自分なりに考えてみて、あ、これかもって思ったら、言うことしてごめんって言って、でも俺は、こういうことされたから、俺はこれが嫌やったって言ってくれたら、彼女も次からさ、改善できるし、もうどっちかがもう冷静になれば、その喧嘩の正面収まると思うねん。収まるというか仲直りの方向に進んでいくと思うねん。自分が、僕はもう大人になったろみたいな。俺がリードしてやろうって思って、大人になって、ちゃんと客観的に見て考えて伝えることが大事かなって思います。どっちかがな、さっき折れなあかんのやったら、俺が折れたろみたいな、しかもこの子が見てくれてるんやったら、うん、田舎直りしたいと思ってるから見てくれてるから、もう妥協ってください。お願いします。お願いします。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。